られて今度と行くことは許さないと。イゼミ君、頼みたいことがあるんだ。お願いだからチャージングゴーを見せてくれ。一回聞いたからね。ママにしないでくれ。星君、チャージングゴーは偽物でもない。そんなむやみに使うことが許されないんだ。そんなの。イゼミ君、チャージングゴーを喋らせてくれ。いいだろう。でもいくら友達でもそれだけは。だから人目につかないとこまで来たんじゃないか。一回きり喋らせてくれればそれで僕は満足する。いいだろう。剣の家族はクッパの人生は何も知らない。まさかあのロボットに次元爆弾が仕掛けてあるとは夢にも思うまい。聞いたらこいつ。